あ、飽きた。こんにちは、やっほー、見えてますか？こんにちは、あ、おー、すごい。こんにちは、来たって。マナフィーです。マナフィー、こんにちは、高瀬マナです。見えますよ、嬉しい。久しぶりです。こんにちは、マナフィー、やっほー。可愛くなったねって、いやそんなことないよ。こんにちは、ナフィー。髪切ったねって。そう、切ったよ。結構でもめっちゃね、結構伸びた。髪切って初です。初です。待ってたでって、やった。でもね、結構伸びた。割ともうね、もっと短かったんけど、短い方が好きって、嬉しい。ほんま、なんかもう 1,2 週間ぐらいでもう急に伸びた。5センチぐらいビヤーって。まあでもまた着る。明るい方が好きって。お、ほんまに。お仕事なうですって。頑張って。まあ頑張りたま。ありがとう。もうちょい短くてもいいって。そうだから伸びたのよ。また切るからね、待っててね。ふいまなさん、外で見てんの？え、そうなん。でもいい天気やもんな今日。うん、やっぱそうね。服はこんなんだよ。背景地味。え、ですよね、思った。でも今日ね、いろんな方がショールームしてるからね。ね、いつもそう、その質問はされると思っとったけどね。私もね、なんかさ、何も言わんでこんな元気にショールームするもあれやなって思うけど、そんなマナーにいろいろ話す権利もないのでね。まあでも相変わらず仲いいっていうことは永遠に相方です。そう、たまちゃんとかぶってるんだって。そうなの、関西弁いいねって、嬉しい。まあだからそう、そうね、ちゃんと怖く取ったよって。え、嬉しい、嬉しい。ドレミソラシド、あ、そう、聞いてくれたみんな。ドレミソラシド、めっちゃね、楽しい、楽しい曲ですよね。そうなんよ、なんかめっちゃ初めて聞いた時、すんごい夏っぽい曲やなって思った。なんでファンないねんって。え、それめっちゃ思って、なんかもうずっと考えててんけどね、なんでなんやろな。でも歌詞聞いた時にめっちゃキュンっぽいなと思って、キュンの続きかなって思いました。キュンキュンキュンって言ってるし、ドレミドレミって言ってるし、横断歩道よって。そうよね、なんか横断歩道を渡ってる時にドレミが聞こえたみたいに言ってるから、それと鍵盤を合わせてんのかなとか思ったりもしてるけど、結局本当の真相は誰もわからないっていうね。そうなのよ、キュンキュンの別バージョンみたいな。そうね、そうよね。コテコテの関西弁やなって。え、ほんまに？え？そんなことないよ。なんかさ、関西人やけど意外に関西人じゃないように見えるみたいなの言われる。指パッチン、なんだそれ。指パッチンとは聞こえる？エセ関西弁ちゃうわ。リアル関西人や。ドッキリ面白かったよって。え、
関西弁も喋れるんやって、いやだから関西人やってなってない、な、まあ、なってるって、かすってる、かすってる、かすかす、あ、面白かったってありがとう、あれなんやっけ、ドッキリ。でもさ、なんかみんなさ、ちゃんとこう、なんていうの、会議室でスタッフさんと相談して、ここにカメラ置いてこうしましょうみたいな感じでやってたんよ、あれ。やけどさ、あれじゃない、マナフィーはほんまに、じゃあ明日までに撮ってきてねって言って、え、どうしようどうしようと思って頑張った結果、あんな感じの、なんかすごい、なんていうのちょっとね、ちょっとなんかあれよね、レベル低いようなドッキリになっちゃった。そうなの、画質悪かったって、え、だからね、それは自分の携帯で撮ってたから。小籔さん好きって、そりゃもちろんですよ、めっちゃ好きですよ小籔さん。だってさ、もうまあもちろんさ、日本中とかの人もやけど、関西に住んでた人からしたら、もうそりゃそりゃね、そりゃそりゃもう憧れの人やったからびっくりした。まさかの、まさか関西人の方が MC してくださるなんて、かわいすぎるんじゃ。涙袋書いてるんで、これ書いてないよ、元からやねん。そう、元からよ。新喜劇見てた、見てたよ、もちろん。春日さん派、もちろんですよ、それも。春日さんも若林さんも大好きです。でもあれ早くさ、あれよね、楽しみ、ひらがな推し放送されるの。最近さ、放送されてないからね、悲しいね。2位だったのも悲しい。フィーさん、フィーさんめっちゃ応援してたのに。フィーさん、フィーさんえ、いっぱい夜、フィーさん嬉しい。あ、ひなあいだわ、ひなあい。ひなあいだったわ。もう結構さ、間違えちゃうよまだ。そう、ロケ早くな、見てほしい。最近テニス、テニスでも、まあテニスやってたよね、実は。だからさ、好きなのよテニス。約束のネバーランド読んだって。あ、な、早速全巻買ったんよ。でもまだ全部は読んでない買ったで。そう、買った。にぶちゃん好きなやつって、にぶちゃんも好きって言ってた。そう、それでなんか、それのリアル脱出ゲームがあるっていうのを知って、一緒に行こうって言っててんけど、結局行けてないのよ。めっちゃ面白い。あ、そう、テニスは公式でした。まあ、名も呼んでるって。え、そうなん、呼んでんの。そうなんや。怖く行くよって、嬉しい、本当にね。もうそうね、最近さ、結構毎日みんなショールームやってるからさ、いっぱい来てください、みんな。ライブもしたい。新しい曲いっぱいできたし、お、嬉しい。頑張りさせるフィー。あ、だいたい全部展どうだった。あ、行かせてもらったんですよ、本当に。乃木坂さんのだいたい全部展も、あとライブも、横ありのライブも行かせてもらって、
もうやっぱり本当にすごいなって思いました。どこ見ても全員が可愛いって、本当にどうなってるんだこのグループはって思いましたね。本当にそう、結構ねみんなで行った、もう可愛すぎましたよ。最後のさ、そう最後挨拶させてもらうときにみんな、そう生田さんがおって、えどうしようどうしようって思って、ほんまさこう差し入れとか持っていくからさ渡すんやけど、さすがにもうなんか緊張しすぎて渡せへんくて、そしたらそうもう本当にあの大好きな生田さんが目の前にいるって思ったらもう何もできないですよ。でもそんな時にマナスさんが髪の毛切ったんだねって言ってくださって、もうどんだけめっちゃどんだけいい方なんだって思いましたね。モラフィーは小さい子みたい、なんでなんで、さすがファンかよって。でもマナもうね結構アイドルもさんも大好きだし、アニメも好きだし、もともとあれですね、ファンというかオタク活動してました今もやけど、そうただのオタクですよ。私もももクロも好きなのって、え大好きです本当に。あのなんかコラボしてるメイク道具も買ったし、あのあれやポップアップストアみたいなのも行ったし、アルバムも買ったし、そうなのへーって、イコールラブさんも好きよ。ライブもさ行きたいけどさ、やっぱりなかなか行けへんやん。そうなの。ラストアイドルさんも好きだよもちろん。今期でもさアニメ見てるって、今期あんまり見てないかもしれん全然。でもドラマは見てるよ、ドラマ。ダブルピース、イエーイ。あなたの番です、見てる。秋元先生のやつですよね。西野さん出てるやつ。あ、ラジエーションハウスを見てます。怖く何着るんって。でもいっぱい着ますよ。これフィーさんも着ようと思ってるし、そう、あ白石さんのドラマ見てるし、あれや田園少女も見てるし、洋服こんなんですよ。あバーンって言ったいい子ってなんでや、何もいいとこないよ。テレビ見すぎて、でもあれやね、見たいねんけど録画がどん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 溜まってって、まだ最新話までかは全然見れてない。あ、パーフェクトワールドも見てる。もう大体見てるわ。コインロッカーズ、あそう、そのさ白井さんのドラマの歌すごいいいなって思ってたら、そのコインロッカーズさんで、でそのなんか調べてみたら、その、ね、番組の MC を小籔さんがやってるっていうので最近見始めるようになったフ
そう、髪めっちゃ綺麗だねって嬉しい。でも髪の毛はね頑張ってますよ。え、前ブログに書いたで、髪の毛のなんかいろいろ使ってるもの、なんか本当に髪の毛だけは褒めていただけることが多いからね、嬉しいです。同じやつ買ったよって、お、ほんまにいいよ、いいやろあれ。シャンプー、シャンプー、サラン、イエーイ。髪の毛だけじゃないよって、いやいやそんなことはないんですよ。キュン、キュン完売おめでとうって、いやー嬉しい。本当にね、なんかもうそのほんまにちょっと前とかやとさ絶対考えられへんことやったから、すごい嬉しかったし、本当になんかありがとうって思いました、皆さんに。ね、俺も嬉しいって、ほんまに、まあもう嬉しいよ、みんなありがとうって思ってたら、もうねセカンドの握手会だからまた頑張らないとって思って。お、1万人の方ありがとうございます。嬉しい、嬉しいです。キュンキュン、キュン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 、どうして、イエーイ、ありがとうございます。フィー、フィー、フ、嬉しいですね。ブログがいいって、ほんまに、いやなんかさ話しとってさっきミーバンと、ほんならなんか、いやブログ長すぎやってみたいに言われて、いや長いすぎんのもあかんのかなって思い始めてんけど、でもなんかいっぱいさ伝えたいことあるからさ、どうしてもブログ長くなっちゃうわけさ。そう、まあでもそれでなんかすごいほんまに皆さんありがとうございますとかいう気持ちが伝わってるんやったら、それでいいかなって思って。むしろ嬉しいって、ほんまに、嬉しい、ありがとう。マナフィ一番好き、ほんまに、ほんまかそれ、ほんまか。長くても飛ばし読みするから大丈夫だよって、あ、なるほどね、そうね、読みたいところだけ読むっていうテクニックがありましたね。めっちゃ嬉しい。善悪も怖くも行きますって、いや嬉しいですね、ほんまに。なんかさ結構さ静かっていうか、あんまり喋らへんのかなっていう印象で思われることが多いねんけど、意外とね喋るのよ、全然つってとか言われても全然なんか嫌じゃないとか、むしろなんか楽しいなって思うし。そうノリいいのも好きやし、喋ると面白いよねって、いやそうよ、そりゃ関西人ですから。ふふふ、知ってるよって、あ、ほんまに、あ、知ってた、ほんまか。おーって一人喋りが好き、あ、ほんまに、あ、誰かと喋ってるより一人喋ってる方が好きってことか、ほんまに。ハードル上げたなって、まあ確かに今ちょっとハードル上げたけど、まあでもハードル上げときながらも、でも多分がっかりはしないと思うよ、うん、きっと来てくれたら。
んまにがいいねって。マナヒは関西人な感じがしい。じゃあ何人、何人だろう。ジャパニーズやで。でもほんまに、いや自信があるわけではない。自信あればもっとね、もっと早く売れてますよ。東南アジアの方って、嘘やん。そんなハーフみたいな、そんなさ美人な人ではないよ。そうね、何かお仕事できたらいいねって。そうよね、したいですね。まあでもいろいろやりたいこともあるけど、それをするにはまずはやっぱり歌うまいからミュージカルって。でもミュージカルまだめっちゃ好きなんよ。まあでもまあそういうのをするにしろね、まずは握手会を打ってですね。そうですね、人気者になっていけたらなって思います。うん、そうね、今でもミュージカル見るって、見るよ見る、人気者やんって。いやいやいや、やっぱさ、例えば舞台やりますってなったとしてもさ、どんだけ、例えばやけど、どんだけマナフィーが上手やったとしても、そりゃまずチケット買おうってなるのは、まあ例えばすんごい人気な方とかが出てるってやった方が、そりゃ見に行きたいっていう人もおるからっていう感じね。そうですね、握手会何話したらええねんって。何でもいいよほんまに。ね、水行ったって。え、もちろんもちろん。向上心すごいねって。まあでもさ、今はこんなところだから、もう向上心しかないですよ。これ以上下がるわけにはいかないから。エアーでつぼうし、そんなぎゅうぎゅうでも来てくれたらやるよ。たこ焼き食べに行こうって。食べたい、たこ焼き。まあタコは苦手やけど サザエさん見に行く。え、めっちゃ見に行きたいんです。サザエさん絶対面白いやん。まだ何も知らんけど絶対面白そう。タコあかんねや。そう、タコはちょっと無理やねんな。ただの小麦粉やんて。ナイスツッコミ。まあでも小麦粉好き。ウインク、ウインクな、ウインク苦手関西の粉もんは神って。そうね、え、つぼし痛かったってほんまに。でもさ、なんかたまにさ、すんごい期待してきてくれてやったら、え、大丈夫みたいな感じで、すんごい痛そうな顔して大丈夫って帰っていく人もおるポニテして。え、でもできるで、これもうさ結構伸びたからさ、ポニテもいけるし。何でもできる。もうツインはって、ツインもいけんで、頑張ったらいい女感って。そんなことないよ。
イラナンツインテールめっちゃ好きやねあれ。それ聞いてまあもうでももしツインテールでキンクになったとしても髪切ってもいいかなってね思えた。あの曲ですごい影響を受けてる幼いって、もちまる子やって、もちまる子だよ、似てない、もちまる子。めっちゃ笑ってる、もちまる子やったら、もちまるふい、もちまる子だよ、ハッピーエアロプレインくんだよもちまる子ごっこ最近なめっちゃするで、まあ、一人じゃないけどな、もちろん。そう、ひなのなのと、なんかめっちゃいろんな人になんかインタビューとかさしてもらっても言われんねんけど、ひなのと意外と仲いいですよねみたいな言われて、いや意外とってどういうことよって思いながらさ、意外と、まあでも意外と、確かに意外と仲いいかもしれん。一人でやってたら怖いわって、そりゃそうか、しかも人のキャラクターを一人でやるのはそりゃ怖いわ意外とってなんやねんって、まあでもなんかね話しやすい感はある。あんまりイメージなかった、マナの6歳差、そんなに差あるん、え、怖っ、そんな若い、若っ。まあでも仲いいよ、醤油さしちゃん若すぎって、ほんまにな、まあでもさあれやん、やっぱ2期生の時入ってきた時も可愛いなって思って、みんなと仲良くなりたいって思ってて、で結構さみんなこの子好きとか言ってたけど、なんかやっぱさ人数結構おるからさ、誰々好きみたいなあんまみんな言いすぎてもさ、なんか結構いろいろあるからさ、あの子は可愛いって言われてるのに私はみたいなのもあるからさ、やっぱりみんなと仲良くしようって思って、でもその分ひなのなのは一人だからね、思う存分愛情注げるわけさ、そういうことよ、だから別に、そうそういうこと、そうよ、ひなのだけ可愛がってるわけではなく、みんなまんべんなく行こうと思って、なんのとやってなんかチャイム鳴りましたね今マラフィー何のリップ使ってるんって、リップがそのあれよ、前ブログに載せてたやつ、ももクロさんとコラボしてるやつ、ナッチョ仲いいって、もちろんもちろん仲いいよ、善悪大阪ないのって、え、ないよね多分、大阪行きたい、また大阪行きたいよ、明るい色使ってて、明るい色やねんけどな、なんかさ元の唇の色がそんな明るくないからか、他の人が明るいなって使って明るいなってなってるのを自分で使っても明るくないよ、悲しくない、妹誰選んだのって、それはね、そうですよ、あの企画もほんまはやりたかったよ、アンケート書いてたから姉妹やろうって言って、エレベーターの中でやってんのって、え、そんなわけないやん、まあでも確かに背景がエレベーター感ある、
最近ハマってること、ハマってること、寝ること。妖精さん、なんで急に妖精さんや。妖精さん、エレベーターでショールームは悲しすぎる。一人でこうウィーって動きながらさ、誰かが押すたびに、あ、すいませんみたいな。ほんま10歳でしょって、なんで。もうね、気づいたら今年21よ。早いな、早いよ。ラクロスとテニスどっち好きって、どっちも好きやな。早い、ほんまに。だって入った時さ17歳とかやったからさ。そう、早いよ。座ってるよ、座ってる。立ったままで配信、1時間も立ったままで配信はないよ。人生、そう、だってさ、もうさ、今年入ってさ、半年っていうか6ヶ月経ったと思ったらすごい早く、まあ自分的にはすごい早いなって思って、めっちゃ早くない？びっくりしてる。もうつい最近さね、しかもあれよ、令和になって1ヶ月経ってんで、怖くない？早い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 よ、ほんまに怖すぎる。なんかさ、真央と話しとってんけどさ、なんかなんやっけ、20歳になったら体感時間が半分になるみたいな言っててらしい。それ事実らしくて、頑張れいわ、そう、頑張れいわしてます言ってた。だから40歳になったらさらに今の半分の体感時間になるから、もう一瞬で何その人生の流れてる時間が過ぎるって言ってた。あ、昨日言ってた。あ、そうなんや、昨日言ってた。最近ね、ワオにその話ばっかりされる。体感時間一瞬で過ぎていくから今楽しんだ方がいいって。チコちゃんが言ってたんで、チコちゃんめっちゃ好き。大好き。みんな握手の時しかやんないねって。いや、そういうわけじゃないのよ。まあでも頑張ろうって思ってるからね、みんな。握手会はそういうことだよ。大人も体感時間長いでって。ほんまに？料理できるようになったって。料理ね、まあでも卵は割れますよ、もうさすがに。ヒヒヒ。外羽も好き。この長さで外羽さ、この前握手会でやったけど、結構自分的には好きやった。お、誕生日なんや、すごい。最近誕生日の人多いな。なんか結構誕生日ですって言ってくれる人多い。高校生なのに体感時間短いって。いや、そんなんやったら絶対さ、もう多分20歳過ぎたら一瞬で終わっちゃうで。毎日誰かの誕生日、まあそれはそうだ。マナフィーバータイム、マナフィーバー、フィーバー。マナフィー実物の方が可愛いって、それめっちゃ言われる。そんな
そんなにさありますか？あるんかな、やっぱり。でもそれ結構嬉しいけども悲しいよね。うむ。楽しい時間は早く過ぎる。そうだね、本当に。テレビと全然違って焦るって、それはいい意味でなのか悪い意味でなのか。キュンのアーシャは好きって。でもさ、アーシャ結構さ大事よね。動画を膨張してみ、確かに。ま、なんかそんなさ、自分思ってる以上にさ、テレビだとさ膨張ボーンってなっちゃうよね。実物は可愛い説って、それもう失礼やん結構。あ、でも嬉しい、実物は可愛いって言ってくれるのは嬉しいです。今日暑いねってっていうか、最近暑すぎませんか？めっちゃびっくりよ。まださ5月とか6月やのにさ、こんな暑いともう夏どうなっちゃうんだ。溶けるわ本当に。今から半袖着てたらもうさ、夏何着ればいいんよっていう感じ。え、32度なの今日、ほんまに？トケフィしちゃう。しかも焼けるのも嫌やし、いやーやだー。どうすればいいんだこの夏。それ本当にアンビバレントだね。そっか、梅雨入んのか。うわーやだー。日焼け止め塗りまくりよ本当に。なのにね、焼けちゃうからもう悲しい。フォークうまいねって、それはないよ。まあでも好きなことをベラベラとね喋ってるだけだよ。頭の回転早いんだねって、いやいやいや、それもないね。最近よく一緒にいるメンバー、誰なんやろ。でも大体楽屋はナッチョとか真央とか京子とか、そこら辺のメンバーがいますね。うん。おー、1万5000人の方ありがとうございます。クイズノック、あ、めっちゃ好きです。え、めっちゃ好きです。そういう動画めっちゃ好きで、なんかそういうさ謎解き系のとか、そういうのめっちゃ好きで、本とかも出してはるから買って空いてる時にやったりしたりしてて、でさ乃木坂さんのさ個人 PV でやってはって、めっちゃいいやんって思って。やくぼちゃんめっちゃ楽しそうやった。なんかあーね、動画上がってるやつは見ました。ナイスガイスガイです。めっちゃ見てるそれ、好き。おからパウダーゲットしたのって。そう、なんかさ最近さおからパウダー流行ってて、買いたいなって思っててんけど、どこ行ってもなくて。そうなんよ。探してます。今知ってる方はここまで。ノーベル賞見てる？見てるよ。朝4時に起きてノーベル賞見てるよ。ああいうの好きやねんな。お豆腐屋さんに行けばあるよ。お豆腐屋さん、近くにあるかな。
でもスーパーとかでなんかお母さんにも聞いてさ、豆腐のとこに行けばあるよって言われてんけどさ、全然売ってないからさ、いやもうないやんって思って。アルフィーよって。タピオカ好きって、タピオカさ、好きなのは好きやねん。うん、好きやけど、あれよ、タピオカやと思って買うけど、結局最後まで飲めたことがないっていう、あのつぶつぶ。ほんまか？ほんまよ。香水使ってんのって、まあ使う時もありますね。まあ匂いに来てください、ぜひ。ラッシー飲んだことないな。お、間に合ったって嬉しい、ありがとう、来てくれて。瓶でかいなって。いや、なんかこれ、こっちの耳いつもかけてんねんけど、なんか止めたいなと思って、 あんたんがこれやったから、もう、まあでもでかいのも可愛いってことで。髪留めコレクション、お、いいね。いいですね。滑らない話、難しいわ。マナフィーの由来、マナフィーはもうずっと中学生ぐらいの時からマナフィーでした。ずっとマナフィーだったよ。吹奏楽部やってんけど、その時になんかみんながマナフィーって急に呼び始めて、なぜかマナフィーになった。エムスはもうやらないのって、え、やりたい、めっちゃ懐かしい、超懐かしいじゃん。ゼップの時にやってたね。おじさんにマナヒーは言いにくいよって。嘘。でも若林さんも呼んでくれるようになったもんね。でも多分最近春日さんもマナフィーって呼んでくださるようになったから、皆さんも余裕ですよ。おばちゃまにもマナフィーきついって。嘘やん、そんな何も考えんでいいね。あ、違うよ、そういうわけじゃないよ。若林さんがおじさんとか言ってるわけじゃなくて、普通にそのさ、言いづらいって言ってはったやん、最初マナフィーって。でもそれでも今呼んでくださってるから、皆さんもいけるよっていう意味。くしゃみ聞いてみたいって。なんかさ、トシちゃんとさ、たまたまほんまにくしゃみするときに動画撮ろうみたいな感じになっててんけど、なかなかやっぱりさ、くしゃみするタイミングのときに「いわ」って言えへんやん。だからさ、でも撮れたらなんかメッセージとかで送ろうかなって思って。 今くしゃみ出るって言ってピッて撮って、実際がどうなのか。行きたーいって。でもそんなさ、あんなすごくはないよ、言っとくけどね、ほんまに。ルイ・ヒデオチャンネル見てるって。見てますよ、もちろん。春日さんがかぶった帽子、今お家にあるよ、大事に。
大事に置いてありますよ。まあでももうかぶってないけど。懐かしいな、最初の頃に、最初の頃にかぶられて、その頃はキャーとかみんな言ってたのに、今ではうん、かぶってないよ、大事に置いてある。いや、そんな嫌やからとか言うわけじゃないよ。うん、いや、かぶりたくないとか言うわけではない。うん、ゲームやるって、あ、そう、ゲームやりますよ。ゲーム結構、もうね、休みの日は家で寝るかゲームするかアニメ見るかドラマ見るかですね。推しを見るか。それな、ポケモン新しいの出るよな、いろいろやるフィー。昨日デテクティブピカチュウの映画見た、ほんまによかった。e スポーツのさ、あれね、選んでいただいて、応援マネージャー。でもなんか友達にはめっちゃあれマイクラ勧められるけどむずそうやなと思って、フォートナイトやり始めようかな、練習しとく、せっかくだから。フォートナイトガチ勢なろう、これから。スマブラはめっちゃやる、スプラトゥーンとか。PUBG とかめっちゃやる。なんか友達と一緒に。モンハンも好き。めっちゃ一緒やんって。嘘、ほんま？指ハートお願いします。指ハート、え、だからほんまになんか多分みんなが思ってる以上にいろんな話できると思うよ、みんなと。意外やなって、ほんまに。でももちろんお出かけするのも好きやし、ゲームするのも好き。でもそういうさ、一緒にゲームできるフレンズ欲しいわ。だから意外となんか多分握手会とか来て、マナフィーなんか静かそうやし何話そうかなみたいな、結構さみんな思うかもしれんけど、意外と来てくださったら何でも話せるかもしれん。うん、多分。自由に生きてんなーって。夏色のミュールめっちゃ好きって。ラクロス部活やで。あと10分よ、あと10分で終わっちゃう、やだー、悲しい。早いな、なんか話してたら意外と早かった。どうしよう、どうしよう。ってミュールの季節だね、10分で終わんないでよって。早いね、ほんまに、やだあー、もうずっと話したいよ。ユニットやりたい、いいね。かげちゃんも入れた、ミュール。確かにまたその季節ね。じゃあもうそんな季節か。アルバム発売してから1年ぐらい経つんかも。早っ。だってあの時期がすごい懐かしく感じる、すごい。うん、早いな。
去年の6月発売したんか。早もう1年すごいさ。だってあの頃の曲を聴くとさ、すんごい懐かしく思える。はやぴー懐かしいよ。期待して返事文ノックをするのとかめっちゃ恥ずかしい。ミュール歌ってって。最近ほんまにさ、そういうさ昔の頃の昔って言っちゃあれやけどさ、曲聴くとさすんごいいろいろ感じるのよね、みんなで。うん、最近あこのちゃんとも仲いいよ最近めっちゃいろいろ質問される。なんでいつも何食べてるんですかとか聞かれて、いやいや普通にご飯食べるよって言ったりあのドッキリしてからちょっと仲良くなった。さらにダーコノさん、そうミステリアスらしいよ。何食べるんですかとか、なんかいつも何してるんですかとか、どうやって生活してるんですかって言って、いやいやいや一緒よって、なんで泣かないんですかとかめっちゃ聞かれる。そうだからいろいろね話すのよ。あの子も真面目だもんね人間よマナオ。だいぶミステリアスらしい。でもそういう質問なくしてね、ひなのはもうバンバン来てくれるから、それが合うのかもしれんね。逆に人間だもの。本当に真面目なのやめたいね。本当に真面目すぎるって言われるから、もうちょっとなんかね、ええことやんって。まあええことやけど、なんかまあ言うすぎるのも良くないよ。フィナノナノやって、フィナノナノ。ファがない、じゃあハシ君するしかって。いやいやそう、え、でもなんかそういうのやったら楽しそうやけどね。やばいあと5分、嘘、キャーどうしよう。歌うか、早い、ほんまに早い。エレベーター配信楽しかったって、いやエレベーターちゃうわフ困ったらなす、キュン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 、どうして歌いなさいよって。何がいい、何がいいですか、何がいいかな。ミュール、でもなんかみんなミュール言うな。まあ季節的に。ひらがなきやき、エモ、それはエモいわ。スナックもう出ないのって、出たい。栄光の駆け足、でも日向かあれやな、ひらがなけやけの曲やから。めっちゃいろいろあるやん。
おどうしようかね。まあでもこないだ影ちゃんに会ったからミュールにするか。 イエーイ。あ、でも結構みんな言ってる。歌いますか？歌わないとどっちもいいよ。いやいや、でもそれはさすがにあれやから。じゃあ行きます。はい。夏色のミュールを脱ぎ捨てながら逃げ出したさざ波追いかけてく、あどけない表情の君に今僕はおそらく恋してる。着替え持ってきてないなんて、海に近づかずにいたくせに水しぶき跳ね上げはしゃいだらワンピースずぶ濡れになる。はい。ハンカチくらいでは拭き取れないだろう、僕が腕の中で乾くまで抱きしめよう。砂浜のミュールを高く掲げて、さあ早くおいでと呼んでるのに、いやいやと首振って笑ってる。君にぞっこん恋してる。はい、終わりました。ふい、うまいって。え、嬉しいわ、ありがとう。でもなんかさ、あんま歌う時ないやん。 ほんま歌いたいけども。そう、だからいつかはさ、もっと歌えるように頑張ります。これからいろいろね、やりたいから。いや、ソロ曲やりたいですかって。いや、やりたいけどもね、難しいじゃん、なかなか。だから、まあ、まずはさ、せめてあれよ、ユニットとかでもいっぱい声をなんか聞かせる系の曲やりたい。まあやってたじゃん、ツアーとかでさ、京子とかみーぱんとかが歌ってたような、そういう系の曲やってみたいな。自信持ってって。ありがとう。 ありがとう。あー、そろそろ終わりですね。え、でも最後に時間内に歌えてよかったわ。ありがとう、みんな。その気持ち大事よって。ありがとう。頑張る、頑張るよ、本当に。しかもドレミソラシドやからさ、楽器とかもっと活かせたらね、いいよね。じゃあ終わりますね、今日は。ありがとう、みんな。待ってるね。もっとショールームもやる。できるときやります。あー、ありがとう。一緒に頑張ろう、本当に。みんなのおかげでね、頑張ろうって思えますよ、マナフィーは。うん。みんながいることでなんかすごい存在する意味があるんだなって感じるし、辛い時があっても握手会とかで好きですって言ってくれる人が最近増えてきて、頑張ってよかったって思います。 楽しかった今日、ありがとうね。うん、僕忘れないで。もちろんみんなのことを忘れませんよ、絶対。この後また夢で会いましょう。そうだね、夢で会おうね。 ありがとう。じゃあね、またね。ありがとう。元気にやります。 またね、ありがとう。次もまた見てね。バイバイ。